今アイスのエースは誰なのって言われると、もう誰なんだろうね。エースっていう一人飛び抜けて頭角は、まあ一応ハムコがチャンピオンということで、でもツッコもいるし福島もいるしそうですね。みんな実力あるからね、アイスリボンはね。さあここでつくしは総合スタイルの趣里ちゃんに対してどう攻めていくかだね。はい、グラウンドっぽいですね。ね、この様子だとね、相手に合わせてるレスリ感ンじがグある。で。あんま見ないよね、つくしがレスリングでそうですね、行くの。試合アイスではあんまりやってないね、です見ないね。混た合だ、ですね。キッズレスリング出身なので、あ、そうか。はい、じゃ全然ありや。実力はもう、見せてなかっただはい、け見やせん、じてゃあ。ないだけで。腕を取り合って、全然対応できてますね。足を刈られて、あ、そのまま絞りああ、に入ヒるけール、ども、痛い、痛い、でもまだ様子見てる感じがありああ、ますね。お、そので、まま。そのまま、ヘッドロックを取りに行きます。足たるかと思いきやの、はい。ヘッド。シュリちゃんも抜けるの早いね。はい。すぐ切り返してくるね。こういう時ウエイトがある方の方が有利だからね。そうですね。ガブリとか長時間ガブられるともうしんどいですもんね、重い人とかに。お、あ、手四つを要挑発求。的なのは変わんないですね。シュリーさんやっぱスタイルがいいからすっごい大きく見えますよね、余計に。ねえ、つくしと一緒にいると余計にはい、でかい。170センチとかありそうに見えちゃいますね。あ、実際そんなに170はないんですないけですどね。ね。はい。おお。あ、そのまま。これまたヘッドロックを取って絞る。え、抜けられて。お、お、フロントスリーパーで絞る。いいですね。抜け方がうまいな。はい、ガードポジション、ああ。ああ、つくしの身長は何センチかわかる？146センチ、147センチですもうかね。50センチ台は全然ないといはう。い、150ないってこと50だと思はいまないです。す。50ちょいでは全く持ってないですね。で、シュリちゃんが多分私と同じくらいだったから、60センチ台そうですね、く前ら半。いだね。おお、抜けた。あ10センチ以上差ありますね。りますね。ねえ。それでも、だから素晴らしい。いい試合だよ。はい。お、ここで動いたのはつくしさん。そうですね、ストップ、ペースヒね、ールロック。掴まれすぎてもよくないそうからですね、ね、あんまり付き合いすぎると。ね、少しのいつものペースに、ハイスピードな感じの攻防に持ってった方がいいんじそゃうないでかすなと思うけね。ど。ああ、潰される、絞られる。すげえいい筋肉、やべえ。二の腕のとこ、パネ、肩周り。さっきの宮子のね、攻防とは大違いですね。しっかり体重乗ったりしてますね。ああ、タックルを。おおお、前い。置き。なめんなと。ランチャーして、起きてきたところを潰す。首投げ、フライング目やから。ああ、やだ、おお、これでめっ PK。ちゃ痛いねん。もう。バットかって思う。おお、でも。前からの蹴りを避けて、おおー、ピエ、ボタ、ピエ、ボタ。おー。シュリちゃんが今の攻防で、つくしの方の対応もできるっていうのが分かりましたね。はつくしがグラウンドにも対応できるし、シュリちゃんがハイスピードにも対応い。できちできゃうっちていう。ゃああ、でう。おー、こも、こ相手にで、打ち込みに行った。おー、打撃に行った。あー、ロープのところに貼り付けて、おお、重くいっ珍しい、た。フォーム珍しいですね。首ね。にエルボー打つんですけど、いつも。あー。あ、おお、飛び出す元気。そういう名前になっちゃった？私はもうずっと前から勝手に言ってたんだけどね。一応なん か通称です、これ。通称だよね。通称飛び出す元気だよね。はい。はい。
いやえぐい攻撃でしたね。いや、シュリちゃんの様子はどうか、ちょっと前を取ってますね。いや、突き刺めればやっぱね、エラとかにね、入るよね。入るのですごいダメージ、ね、シュリちゃんはね、打撃には受けも慣れてると思うからね。そうですね。オーソナ、オーソナフェイスクラッシュから、おお、テンパーシュ、この試合でも出してくる。これがもうポテンシャルですね。いや、でも早い段階でもう潰しにかかりましたね。はい、1回で1回でもう、これはおテンパを何回もする余裕はないといい判断しましたね。ユミヤなんだろう。シュリちゃん体は硬そうか、どうなんだ。私はこれが本当にしんどかったですけどね。はい、結構、しかもつくしさんどんなサイズでも上げますよね。ね、そうそうそう、どんだけ長かろうが重かろうが上げてるもんね。はい、どんな上げ方がある。ゆきちゃんは体硬いかな。自分腰はあんま柔らかくないです。股関節と首は柔らかいです。一部分硬いのあるよね。はい、さあ、調子よく攻めてたつくしだけども形勢逆転されてますね。はい、やっぱスラム投げられないとかで止まっちゃうんですね。そうですね。コーナーで、まあ、先ほどのお返しですね。はい、コーナーで踏みつけられた。さあ、ペースを取り戻したシュリちゃん、何を狙うか。あ、膝、やだ。さあ、このまま掘る、うん、2つ。肩が痛そうだけど、ここでこうすればじりじり体力を奪う作戦か。動くのも、あの、こういう時にね、あの、何の躊躇もなくね、髪の毛をつかむのがね、つくしですよ。そうですね、一応反則ですからね、この髪の毛をつかむって行為は。あー、やばい、あー、やばいぞ。これは逃げれるか。体重差もあるからしっかり逃げてほしいところだけども、決められなくても顎入れても、こう顎ギリギリされるともう体力消耗するじゃないですか。そう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 、呼吸がうまくできないからね。そう、逃げるのもしんどい。逃げるか、逃げれるか、届くか、ギリギリ、あ、しっかり届く。スケープ、体力奪われておる。わあ、いい蹴りが。ロープ際でミドル、胸元に。返した。おお、やばい。連続で抑え込み。返せ。ああ、消耗させに来てます ね。シュリちゃん、今余裕があるうちにガリガリ削ってきてる感じですね。またもコーナーに打ちつけて何をするか。おーにーから、ハサチ、この流れでカバー、すでかいさからの、あー、やばい、あかん、これあかん、腕十字、切られんな、切られんな、切られたらもうあかんぞ、これは。切られる前にロープの方に動いてほしい。エビ、エビ、エビで逃げろ。うまいこと動いてるけども、あー、あー、やばい、やばい、やばい、おー、これで取られた。ブレイク、ブレイク、ブレイク。ロープに近かってよかった。なかなか自分のペース持っていけないね。はい、お、よかった。 お、コルバタ、お、ここに来てコルバタで、お、テイクドロップキック。すぐ2打目に攻めがいけない。お、ロープ貼り付けて、これでね、痛いですね。またロープがまた痛いんですよね。いや、思いっきりがいい。止まんないで攻めてほしいね、このまま。あ、でも、お、いい音した。体ちっちゃいのに負けん気強いからね。はい、
バチコン入れた。追っかけられた。あーいいぞ。やばい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 。ミドルが来る。うーい。やばいするか。カウント2。いや攻め切りたいけど攻め切れないね、なかなか。少しまだまだ技いっぱい持ってるんだけどね。こういうのこういうのでそのまま投げに行ったり飛んだりとかしてほしい。サイドキック、サイドキック。さあこのまま今首をかっ切るポーズをしたから投げるか、はい、最後投げるか投げない。さすがにそれはさすがにないと。まあ、投げっぱなし。お投げてやったぞ。そのところ切れましたね。投げんなって。この負けん気がいいよね。はい、絶対折れることないですもんね。さあどちらが先に立てるのか。美しいに頑張ってほしい。おーい、でかいなシュリちゃん。が飛びそうになるエルボー。はーい。あ、しかしシュリちゃんはまだ行く。おーい。わあ、やばいやばい、カウンターのハイキック。これはやばい、返せるか。後部に入った。おお。あ、また腕。ここに来た。お、どうするどうする、切り返すか。うわあ、これはこれは逃げてほしいけどもガッチリ入ってる。さっきの宮古の同じ姿とは気にならない。動けるか動けるか。もう動。おお、逃げた。シュリちゃんも別の技行こうとしたのか、ちょっと足を外した隙に回りましたね。おお、ダブキック。切られた。あー、まだじゃん。うわ、そのままホールド。ラストホールド。連れ返す。いや、素晴らしい試合だよこれ。メインかと思うくらいいい試合だぞ。本当ですよ。あー、2人ともダメージが溜まってきている。でもシュリちゃんの方が突っ込んで2位みたいな感じかな。どんな、なんて技なんだこれ。さあ返せるか。カウント2。よいよ、よいよ。頑張ってほしいよ。おー、キャッチ。よかった。あー、絞りに入ろうとしたけど、すぐに。もう一回。あー、よし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 。膝十字。こういうところですよね、あの、つくしのいいところは。一回失敗しても、それでも。もちろんチャンスは逃さない。うまい。あ、絞り切ってほしい、絞り切ってほしいぞ。このまま足を壊す勢いでいってほしい。もしここで逃げられたとしても、この後シュリちゃんに足技を使わせないようにしたい。今のでどれくらいダメージを与えれたか。さあ、また足を狙うか。足を諦めて、おー投げた。おー、もう時間がない。3分しかない。どちらが、おー、あー、グッドスタンプ。惜しいぞ惜しいぞ惜しいぞ、このまま攻めて惜しいぞ。あー、あー
高さは高さが返せない。このまま攻めるのはしーちゃんか。あー2位を入れたけどここでゴング。すごい、まさかの急遽決まったこの2人のカードがこんな白熱したものになるとは皆さんコメントを見てる限り思わなかった感じですね。A 試合や、ほんま A 試合やった。はい、この2人今までそんなに絡んでなかったのがおかしいくらいな。うんうんうん、よかったですね。あ、15分1本勝負だったんだね。今私何分だったんだろうっていうのを忘れちゃうくらい見入っちゃった。これがアイスリボンですよ皆様。今この1587人の方がぜひ視聴していただいてるんですよ。なんでこの人たち皆様こう次のホールとかに遊びに来ていただけたらなと思いますね。はい、急な参戦だったのに参戦してくれてありがとうございました。お、そうだね、それだけなので帰ってどうぞ。まさかのいい子になったなと思いきやまさかの